You're listening to Shibuya Cross FM。リコのこれってラジオだったよね。イエイ、はい、皆さんこんにちは。実はドンキッドドールの山本です。山本まりなです。山崎奈々です。はい、9月2日これラジ始まりました。やばい、やばいって。早い、お願いだから。でもなんかすごい、昨日涼しかったよね。涼しかった。今日もなんか、まあまあ涼しい、ね、まあまあ、まあまあね、9月になった途端涼しくなったからびっくりしてる、ね、なんか昨日さ、れいわちゃんってトレンドに入ってたよね。入ってた。何、れいわちゃんなんか、なんだっけ、なんか7月までは1回も台風来なかったし、なんか8月になった瞬間に気温がバッて30度になって、9月になった瞬間にバッてもう、そう、季節が分かってるみたいな。分かってんな、そう、分かってんなってみんなツイートしてた。分かってんじゃん、分かってんじゃん、れいわちゃんみんなそんな感じだったね。で、あと今日はね、今日サマナリのサブスクが解禁されたっていう。そうなんですよ。私もダウンロードした、さっき。私もね、私もした。した。なんかみんなツイートしてて、ね、あ、そうだったって思って。メンバーのツイートでね。ね、カップリング曲も昨日発表されて、もう聞いた人もいるのかな。ね、聞いたかな、みんな。ファンシー、ファンシーフライデーナイン。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 フライデーナイン。と、週刊少年少女。はい。めっちゃいいよ ね、 ね、めちゃめちゃいい曲ですね。私さ、週刊少年少女がさ、児玉あめ子さんって、そうなんですよ。私ハロプロ好きだから、児玉あめ子さんすごいハロプロの、そうですね、書いてるの。だから、うお、来たーって思ってやばかった。いやー、本当にね。ね、で、そのね、2曲がなんと9月の12日にある無観客サマーワンマンライブThe beginning of 12 stories っていう、あの、ニジコンの9月12日に無観客配信ワンマンライブがあるんですけど、はい、そこでその2曲をお披露目します。でも、ね、だって12日でしょ、あと10日後ね、まだ振り入れしてないんだよね。まだどっちも何もやってないの。できるかな。できる、できる。不安ですね。不安だよ、ね、タイトルの意味が、なんかKMT さんからさ、メンバー窓に来たじゃん、そこで知ったんだけど、12人の個性が集まって、さらに大きくなる物語の始まりだっていう、はい、いい、その配信ライブが、そうそうそう、あの、始まりなんだ。タイトルね始まりなんだ、すごい、いいタイトルですね、いいタイトルだ。あと、なんかあったっけ。あ、トライアングルだ。トライ、今、そうですね。あ、待って、それでも昨日ツイートされてた？いや、されてないけど、昨日の、あの、違う子たちのラジオで言ってました。あ、本当に？そうそうそう、はい、なんかコールを募集します。そうそう、もう、あの、瀬取りを若干ネタバレするんですけど、あの、トライアングルドリーマーをやります。はい、12日に。まあ、そりゃそうだろうね。まあ、そうなんです。それはそう。それで、あの、まあ、私たち何回か配信ライブをやったけど、あの、やっぱりね、みんなのコールがないと寂しいという、そうそうそう、話になりまして、あの、みんなの声が聞きたいなっていう、そうそう、なり、みんなのトライアングルのコールを募集します。イエーイ、ね、それの専用のメールアドレスが、はい、できますね。後に公開されます、はい、ちゃんとウリア多いもウリアが多いから、そうね、チャッペアッペカラキナとかそこら辺もちゃんと全部皆さん言ってもらって、あと、あの、あれなんだよね、音楽と一緒に録音しちゃいけないみたいな。そうなんです、そうなんです。そう、だから、あの、その普通に私たちがライブするときにかぶせてコールをさ、かぶせるってことじゃん、だから他音楽が鳴ってるとそれもかぶさって、そうそうそう、変な風になっちゃうから、う、もうほんと声だけをそうくださいっていう、一つの端末で、イヤホンとかでね、あの、自分にだけ聞こえるように聞きながら、もう一つの端末で録音みたいな形を。そうそうそう、だから一つしか携帯持ってない人はちょっと難しいかもしれないんですけど、あの、パソコンとかね、なんかいろいろなものを駆使して、ぜひ送っていただければなと思います。いや、ドキドキだよね、なんか、ね、どんな、それをさ、なんかやられたら、やられたらっていうか本当に練習したらさ、おおって思って笑っちゃうかもしれない。え、だってさ、
あれイヤモニつけるって言ってたよね。そう、イヤモニの中から聞こえるのかな。え、そうじゃない。すごく聞こえないのかな。そんなことなかったよね、今まで。イヤモニでは流れないのかな。でもどうなるんですかね。わーないように気をつけますね。けどね、みんなのみんなと一緒に作り上げるみたいな、そうそうそう、になりますので、うん、楽しみにしてください。楽しみにしてください。はい、ということで今日も頑張っていきましょう、うん、はい、イエイイエイ。ではマーリン、イエイエモモ、イエイエモモ。じゃあマーリン、番組説明お願いします。はい、二次コンのこれってラジオだったよね、うん、通称これラジは毎月第1、第5水曜17時より渋谷クロス FM にて50分間の観覧無料生放送でお送りしております。はい、熊本、大和、山崎の3人がトーク力と企画力の向上を目指していろんなことにチャレンジします。イエイ。公式ツイッター、二次コンのこれってラジオだったよね、公式がありますので、うん、ぜひぜひフォローしてください。はい、とね、ハッシュタグ二次コンとハッシュタグこれラジオをつけて、うん、感想やメッセージの募集ツイートをお願いします。お願いします。今回は決まりのメッセージ募集はありませんので、うん、はい、ハッシュタグをつけて自由にメッセージ、うん、感想をお待ちしてます。お待ちしております。はい、ね、なんかね、カップリング曲とかをね、うんうんうん、10回以上聴いてる、すでにもう10回以上聴いてるっていう。あらすごいね、リピートしまくりの、まあ、いい曲だもんね。いい曲。はい、それではここで個人的ニュースを発表していきましょう。じゃあまずはマーリンからお願いします。はい、じゃあ私のトークテーマはこちら、冷房が新しくなりました。おー、いや、ついにですね。あの、まあ、気温がもうで、そう、私もね、今思った。涼しくなっちゃった。あの、先月のラジオまでは、うんうん、壊れていたんですね、うんうんうん、冷房が。あの、新しくなりました。おめでとう。おめでとう。それは暖房にもなる。暖房にもなる。冷房専用とかある。すごいね。すごい、でも暖房ね、ね、これからは暖房になるのかな。ね、いいね、大事だもんね。そう、でも短い命だった。これから、まあ、これからね、もっと寒くなるから。そう、この子はちょっと役立ってくれると思うので、うん、期待しております。すごく新しいものに、期待期待です、ね、期待。電気代が安くなるらしいんで。あ、そうなの。あ、そう、なんか最新のクーラーって電気代を抑えられるらしい。そう、そうなんだ。なんか昔のクーラーの方が高くなる。すごい発達してんね。ねでも買うときがなんかすごい面白いんだけど、電気代安くなるクーラーは買うときにめっちゃ高いみたいな。あ、そうなんだ。わかんないけどね、なんかそういう噂を聞いたことがあります。じゃあ次は私行こうかな。はい、うん、はい、私のテーマトークはこちら、お笑い芸人さんの YouTube にハマっています。おお、なるほど。え、ちなみにどなたとかありますか。霜降り明星さん、うん、あとかまいたちさん、うん、あとコロコロチキチキペッパーズさん。なんか見始めたのはコロコロチキチキペッパーズさんの YouTube、うん、なんか送られてきたよね。あ、そう、送られてきた。見た見た、それ本当に面白くて送ったんだけど、なんかそっからいろんな芸人さんの YouTube 見て、うんうん、なんか霜降り明星さんも本当に面白くって。お、二人組の。あ、そう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 。あ二人組。え、わかる。なんか4人くらい。4人すごい頭に浮かんできちゃう。それは誰だ。四千頭身さん、ね、それは四千頭身さん、3人。3人か。え、でもなんかすごい第7世代。あ、なんかよく聞く、そのワード最近。そうね、若い子は第7世代が好きってよく言われてるんだけど、私はそういう意味じゃなくって、本当に面白いから、もう後で送れない、本当に。送ってください、送ってください。そう、すごいハマってて。そうなんだ。毎日見てますね。でも最近ね、YouTube とかやられてる方多いよね。そうそうそう。でもパンサーさんが YouTube 始めたら絶対見る。絶対見るよね。絶対見るからもうね、始めてくれるから。パンさんとか、でも尾形さんやってるよね。やってるやってるやってる。サッカーとか、うんうん、だからやってないのかなとか。いや、でもやってほしいね。やったら本当にね、見るよね。絶対見る。そう、そんな感じですかね。うん、いいね。次はちゃん。はいはい、私のテーマトークはこちら、なんと私半年ぶりの美容室に行きました。長かったね。長いね。半年はやばいって苦笑いされた美容室、うん、あ、そうなの。いや、半年だよ。でも、 でも結構長くなってたもんね。めっちゃ長くて、ね、しかも量がね、すごい多いの、私髪の毛の、うん、だからもう頭が重くて重くてしょうがなくて、うんうん、もうずっと行きたかったんだけど、うんうんうん、なんか美容室なんかあんま家出なかったじゃん、うんうん、そうね。だからなんか
すごい都会に行くのがあなんかあんま気が乗らなかったのね。そうね、あのイテレ美容室ね、都会にあるもんね、そうそう、うん、ところで行かせてもらってるんですけど、原宿、ね、だからこの間サイン会の時に、うん、あこれはもう行くしかないと思って、サイン会で外に出るならばあそうだ、ね、美容室にも行かないとと思って行った、うん、もうほんとすっきりしたね。私なんか本当にね、月一で美容院行かないとダメだみたいな感じの人になっちゃったの、うんうん、最近で絶対月一で行ってるんだけど、うん、でも短いとやっぱ月一で行かないと、うん、そうね、形が持たなくなるよね。そうそうそう、だからボブの時は月一で行ってたのよ。えらい、ロングになったら半年に1回よ、いきなりロング、私もロングの時は全然行ってなかった6ヶ月に1回だからね、うん、6ヶ月はでもやばいよ。でも前髪は自分で切ってたの？え、前髪はね、もう1週間に1回絶対自分で切ってる。あ、そうなの。えらいね。えらい、それはえらいわ。前髪はね、切りたくなっちゃう。でもまた半年行かなくて済むようにめっちゃ切ったそういうことなの？やばいそう、え、でも思ったよりも切りすぎた。でも私も原宿の美容院行ってんだけど、ね、やっぱさ、なんか人が多いじゃん。そう、原宿人がね、ね、それでなんか、ね、ああ都会だなって思いながらいつもわかる。原宿とかそんな行かないもん ね、 ね、なんかすごいおしゃれな人多いじゃん、あそこなんか多いね。竹下通りの奥の方、はい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 、はい、だからすごい表参道、表参道らへんか、うん、だからなんかおしゃれな人多いなって。そう、おしゃれでなんかキラキラしてるオーラをまとってる方が ね、すごい若者ってすごいなって若いでしょうよ。絶対そこの中で私たちの方が若いと思う。多分若いと思う。まあね、だからキラキラしてていいなって思う。まあでもはいはい、そんな感じでそんな感じです、はい、頑張ろうね、キラ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 したいなじゃあそれでは、うん、さてここで曲いきましょう、はい、マーリーお願いします。はい、ここで私たち虹のコンキスタドールの楽曲を聴いてください。現在 MV が60万回再生を突破しました。すごい、ありがとうございます。それでは聴いてください、うん、サマーとは君と私なり。聴いていただいたのは虹のコンキスタドールでサマーとは君と私なりでした。それでは続いていきましょう、青のラブ油そば。イエイイエイはい、このコーナーは油そば、あ、ご存知油そばを愛する大和青が油そばの魅力を45秒で語る時間です。皆様ただただ、聞いてくださいはい、そして今晩のご飯を油そばにしてください。ずっとやりたかったこれは、シェイシェイ、本当にシェイ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 。じゃあね、それではいきます。じゃあすいません、ごめんなさい行くぞって言いますねすいません、行きます。頑張って。それでは、行くぞ。まずは、油そばの魅力から。油そばのどこがすごいのか、麺と具を油でかぶらめてる時の楽しさとワクワク感食べた瞬間、油と麺と一緒に口の中に吸い込まれる幸福感がたまらないです、うん、はい、はい、そして、油そばの魅力トップ3を紹介します。はい、何でしょう。3位、味変が楽しい。2位、ヘルシー。1位、超絶美味しい。はい、味変が楽しいとは、油そばはね、あの酢とかラー油とか調味料がたくさんあって、うん、ちょっと飽きちゃったなって思ったら、うん、かけるともう本当に味が変わります、うん、で2位はスープがない、うん、ラーメンはスープあるんですけど、うん、油そばはスープがなくって、うん、スープがない分ヘルシー、うん、そしてカリウムというものがたくさん入ってて、うん、あのすごいあのむくみにくい、1位はなんか気づいたら食べ終わってるぐらい美味しいです。皆さん今夜は油しちゃいません。油しちゃいません。油しちゃいませんはね、春日亭っていう油そば屋さんで、ほう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 、ありまして。疲れてるね。疲れたね。息切れしてるね。45秒難しいね、うん。でも私ずっとこれがやりたくって。でも十分伝わった、うん。めちゃめちゃ愛を感じましたね。うん、でも本当にあのこれは言いたいのは、うん、油って油そばって油ってついてるからすごい油っこく見えるじゃん、うんうんうん、本当にヘルシーだから、ね、女の人でも全然いける。食べたくなっちゃった、うん、今食べたいお店の油そばってありますか？春日亭。春日亭が食べるんですね。春日亭。じゃあもう皆さんぜひ。そう、この前春日亭を探しににゃんとすごい歩いたんだけど、うん、1時間ぐらい歩いてなくって、うん、あの油組っていうところに行ったんですけど、うんうん、本当に美味しいので皆さん食べてください、うん、お願いします。イエーイ、はあ、いいコーナーでした。
疲れてますね。次はなんか次とか考えちゃうけど次はあの、うん、おすすめのアブラシェバー紹介したい。あー、やってほしい。行きたい。そうで3人で行こうよ。行こう行きたい。行きましょう行きましょう、うん、はい、じゃあ続いてのコーナーへ行きます。はい、これらじイメージランキング。はい、これらじメンバーの気になる項目でのイメージランキングは、うん、お題に対して熊本、山崎、大和の3人の中から誰か1人にだけ投票してもらうシステムで、はい、オレリスさんの投票ランキングを決定&、うん、発表します、はい、1位になるのは名誉、不名誉、気になる投票理由も紹介していきます、うん、はい、はい、私たち3人でもそのアンケートに答えているので、うん、はい、私たちとオレリスさんのイメージの違いとかも楽しんでいただいたら嬉しいです、うんうん、楽しみだ。はい、はい、疲れてんね。水飲んでいいよ。水飲むね。水飲みましょうね。本当に、うん、いやでも結構私たちもあのアンケート答えたんですけど、答えた。でも難しかったかも。そうね、あの私たちと多分みんなは結構違うのかな、うん、そう、イメージね、全然違う。え、人からあのファンの人からこういう風に見えてるんだって思った。ね、面白い意見が結構ありましたので ね、だから楽しみだね、うん、それでは、うん、今回はこちらのスライドにてじゃんランキングと投票率を発表していきます。はい、それでは、うん、まず最初のランキングはこちら。もしも誰か一人とクラスメイトになれたら。おお、なんか結構接戦だね。そうね、3位が 26%、 2位が 30%、 そして1位が 44% と、ね、割と結構みんなね。確かにすごい。じゃあそれでは皆さんの投票結果を発表しましょう、うんうん、まずは第2位から発表します。はい、第2位はこちら。おお、熊本マリナー。マヤリー。え、もうこれ分かるよ私私もね、いや私もね、分かる。私も分かるよ。分かるよこれ。じゃあ1位と3位いきましょう。はい、はい、結果はこちら。1位でしょうね。大和青最下位山崎奈々いやこれは青先輩。私もねこれ1位の自信あった。本当に。いや私もね絶対青先輩だと思った。え、これ誰に入れた、うん、ちなみに。自分私もね実は自分なんだよ自分なんかい。でも聞いて。うん、なになに。私の投票理由ね。はいはいはい。みんな陰キャで正直誰でも変わらないと思うあ、間違いない。大正解。私も、うん、あの仲良くなれば楽しいからって自分。そう、なるほどね。でもじゃあこれ青先輩仲良くなれたらバカ騒ぎできそうだから。わかるわかる。そうだね。予想の斜め上を行く笑いでクラスが明るくなりそう、うん、いやそういうイメージあるでしょ。あのね、そう、あのね、ここ注意点なんだけど、うん、仲良くなれば楽しいだけで、あの本当に同じクラスで私本当に喋りかけないんで、喋りかけてすごい仲良くなれば、うん、仲良くなれば、うん、超絶楽しいんですけど、うん、あの本当に基本的にね、多分学校で喋らないと思う。そう、ドインキャで、あのなんていうの、よく教室の隅でなんか仲いい友達と2人でアニメの話して2人で湧いてる。わかるわかる。ガチでそうだから。そう、まあ、でもみんなからねでも他に私とあのマーリンとかにも入れてくれてる人が。そうね、うん、マーリン。そう ねなんか何かと頼りになりそう。合唱コンクールとか。でもそれはちょっとわかるイメージは確かに。そう、イメージはそんな感じ。実際どうかわからない。イメージは。イメージね。ちゃんとノートとか取ってて見せてくれそう。あ、ね、あ、イメージねイメージね。3人の中で唯一会話が成立それは間違いないそれは間違いない本当に。浅く広くね、うん、チャンスは、ね、一緒に人間観察したいからどういうこと。クラスの人間観察はしてるかもしれない、ね、私もしてるわ、ね、偏差値上げるから一緒に勉強したいでもなんか割とすごいキラキラなイメージあって嬉しい、ね、こんなキラキラなイメージあるんだ、ね、本当に私の学校での生活見たらみんなびっくりしちゃうと思う、うん、あの一人で YouTube 見ながら笑ってるからやばいよ本当に誰も話しかけられない。誰も話しかけられない、まあ、じゃあ実際はそんな感じなんだよ、うん、そうね、実際陰キャですからね私たち、うん、そうだね。じゃあ続いてのランキングに行きましょう。はい、はい、うん、はい、続いてのランキングはこちら。秘密の悩みを一人だけに相談するなら
なんか今イントネーションおかしかった。でもこれもさっきと同じぐらいだね。相談するならそうね、うん、割とあれ本当だ、パーセンテージは似通ってますね。えこれ難しいんだけど誰だろう。えこれ本当に想像つかない、ね、だって、うん、基本的に二次婚ってみんな口、うん、硬いと思う。硬いね、うん、硬い。リコちゃん以外あのリコちゃんはそう、うん、リコピン以外は硬い、うんうんまあね、リコピンはね、なんか気づいたらポロって話してるから、ね、でも本人も気づいてないんだと思う。でもこの前電話してる時にポロって話で、うん、あ、言っちゃったみたいな感じで絶対言えないじゃん、秘密の悩み。言っちゃダメですこれは本当わかんないな。シミ子以外はみんな硬いね、うん、はい。じゃあそれでは見ていきましょうか。2位から発表しましょう、うん、はい、2位はこちら。おぉ、ヤマト青。おぉ、いや本当に私は秘密にするよね、うん、意外と口硬いと思う、うん、硬いね。じゃあ1位と3位も、うん、ではこちら。おぉ、おぉ、1位熊本マリナ、2位山崎奈々、あ、じゃあ2位じゃない3位山崎奈々、イエーイ。イエーイ。でもね、これ実は私も自分に投票しました。私も自分に。そう、え、私誰に投票しただろう。青先輩だ、うん、なんか私はなんかねガチな、うんうん、何なんか人の好きな人とか聞いたら、友達から聞いたらそれは言わないけど、うんうん、なんかこれ言ってもいいだろうっていうのは言うよ言うんかこれ言ってもいいだろうは言う言っちゃうんかい、うん、言っちゃうのかい。まあ、でも確かにマーリーね、そうね、悩みをしっかり受け止めていいアドバイスをくれそうって言われてるいいね、確かにマーリンが一番的確な答えを出しそう、うん、それはそうだな。確かに他の2人よりかは口が硬そう。いや硬い硬い、私たちも口硬いから、めっちゃ硬いよ。でも自分にも口は硬い方だと思うので、ね、で投票理由で書いてる。いやただシミ子以外ね、シミ子以外硬い、二次婚メンバーは意外と口硬いですね。あ、でもチャンスのドストレートな正論の結果をズバッと言ってくれそう、すごい分かる。確かに私めっちゃね、ズバってめっちゃ言っちゃうタイプ。でもありがたいよね、悩みを相談するならね。うん、会う先輩ポジティブな提案をしてくれそう。そうね、それはするね。確かに確かに、会う先輩に相談したらなんか明るくなりそう、気持ちが、うん、ネガティブな返事は返ってこない、うんうん、ま、それはそう、意外と誰でも、あ、でも私もよくオタクから、うん、相談されるのよ。確かにめっちゃ相談されるよね。めっちゃ相談されるから、相談されてるイメージある、ね、見る、そう、相談しに行ってるオタクたち、ぜひ相談しに来てください、開けたらあの推しメンとの関係性がなんかそうそうそう、推しメンとの関係性をよく相談されるから、ね、迷ったらいつでもヤバト窓口に、うん、はい、じゃあ続いてのランキングに行きましょう。続いてのランキングはこちら。あ、ちょっとどっからなんか今ちょっと事故が起こりました。検索履歴が出てきちゃったスタッフさんの iPad の検索履歴が公開危ない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 、待って、私今どこびっくりしちゃった、びっくりしちゃったどこをやったの今どうしたらそうなる、どうしてそうなった大丈夫ですか、はいはいはい、続いての、はい、ランキングはこちら。はい、一日だけ入れ替わるなら誰。おー、誰ということです。これも同じぐらいだね、だいたい同じぐらいなのかな。3位 24%、 すごくない、全部同じぐらいじゃん、うん、そうだね。じゃあ2位からいきましょうか、うん、はい、2位はこちら。おお、ヤマト青。私2位多くねえか。ね、なんかさっきから同じじゃないランキングの順位がちょっと割と一緒ですね。じゃあこの3位もチャンスの可能性で、マーリーが1位。でもこれは私最下位の自信がある。そうな、うん、ちょっと見てみようか。見てみましょうか。じゃあ1位と3位はこちら。おお、はい、1位熊本マリナ、3位山崎奈々ということで、そうなんだ。ちょっと悲しくね。なんでなんで。でもこれは本当に私最下位だと思う。うん、でも私のさ、何、入れ替わる理由がさ、マーリンと入れ替わって二次婚メンバーに抱きつきたいとかさ、鶴見萌さんに お近づきになれるからさおい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 、やめろよ許さねえぞまあメンバーだけの特権だからね。そうそう、でも私ね、チャンスに投票してたよ。え、おう、
え、なんでかというとランプと遊びたい天然のボケだから羨ましいえ、待って、私もナナちゃんに入れてた。え、嘘、嬉しい。ランちゃんと遊びたい嬉しいって、あの、なんかさ、ランちゃん可愛い。チャンスはさ、もう元が面白いじゃん。うん、なんかそれが羨ま…私考えてギャグ言ってるから、なんか天然のボケ羨ましいなって思って。え、嬉しいな。でも、あ、本当だ、ナナちゃんの意見が、うん、あの突飛な発想の思考回路を覗いてみたいとか、うん、未体験ゾーンを経験したいとか、ランピと遊びたい同意見多数って書いてる。私と一緒ですねランピとみんな遊びたい、みんな遊びたいのよ。可愛いよ、ね、うんうん、でもね、青先輩になったら人気者になれそうとか、なんか全体的にイメージすごいそんな感じだよね。でもな、ね、まあね、ポジティブだから。アイドルではキャピキャピ JK ライフエンジョイしてみたいさてさてさて、あて、なれるのでしょうか食堂で一人で毎日お昼ご飯食べてます。悲しいよやめてよあの、みんなそのままの方がなんかキャピキャピに来そうだけど、多分みんな JK になるなら、もうあの普通のそこら辺の JK と入れ替わった方がいい私たちになってもね、休み時間携帯が友達です。そう、あの本当に一番仲いい子がいるんだけど、その子がいない時はもう、うん、たくさん人がいる中で一人で端っこでご飯食べて YouTube 見ながら本当に笑ってるから。もう私中学の頃の思い出が、うん、休み時間むやみにロッカーの中を整理するっていう。どういう子だから、なんか中高校って意外と一人の子多いんだけど、うん、今、うん、あ、そうね、でも中学は本当にみんな誰かと一緒にいて、私ぐらいだったの一人でいるのが。だからあのロッカーの中身を整理して、うん、休み時間過ごすっていう。でも悲しすぎるでしょ。私中学と小学校は確かに陽キャだった、うん、あ、そうなんだ。あ、でも中3から怪しく、二次校に入り始めてから怪しくなったから、もう本当に。いや、分かるよ。これは本当で、うん、あの二次校のメンバーって特殊な言葉使う人がすっごい多いんですよ。分かる。なんかだんだんワンちゃんとか、あんまりみんなに広まってない時にみんな二次校ワンちゃんとか、うん、なんか本当にさ、何々太郎とか言うじゃんみんな。そうそうそう。でそれが映って友達に言うと、なんやこいつみたいな顔されて分かる。でなんか気が合わなくなっていって、どんどん。そうそうそう、周りに周りから浮いていくのね、二次校に入ったらね。だから変な人としか仲良くなれない感覚。そんな感じですね、まあ、ないいのよ、ね、次に行きましょう。じゃあ次に行きましょう、うん、続いてのランキングはこちら、うん、将来一番お金持ちになりそうなのは。お、おこれは、あら、え、一票差。本当だ、だって1位34、あ、1位2人います。34%、 2人 34% で、3位が 32% 票差っていう。じゃあもうみんな、え、みんな平等に入ってる、ね、すごい、そうなんだじゃあ2位から、あ、どっちか、これほんと想像できないわ。1位、ね、バッて、あ、これ、あ、真ん中の1位を、真ん中の1位からいきましょうはい、じゃあ片方の1位から。真ん中の1位はこちら、ヤマト青。これ1位ってことだから、ね、これさ、またそのパターンじゃない、マーリン1位。そう、確かに。じゃあ1位と3位見ましょう。おお、あ、おお、1位山崎奈々、3位熊本マリナ。まあでもこれ1票差だから、ね、まあそうね、すごい、やっぱね。え、なんでだろう、平等だ。二次コンが売れるからだよ。売れるからかななるほどあ、マリナ玉のこしって書いて誰が書いたの面白い。本当に資産家と結婚してそうって何、本当にお金持ちのおじさんと思ってそう。なんでそういうのばっかりだよねイメージがすごいな。どういうことチャンス、チャンスをつかみそうチャンスをつかみそう。貯蓄が趣味と聞いた記憶があるの。私さ、なんかジーニアスは何か起こすよマジで。株とかって書いて株、アイドルで株ってやってる人いんのかな、いるんじゃない。でも私は、でも本当株の人、株やる、株の人って本当すごいよね。だすごいよね、ずっと携帯株見てないとさ、うん、確かにいろいろこうなっちゃうから。でも私でこの3人の中で起業しそうなのは大和さんだと思いますって書いてあるんだけど、この前映画見て、うんで、それでなんか起業する話で、おう、え、起業したいなって思った。え、わかる。でも私もこのコロナの期間にそれ勉強しようって思ってた。やめたけど早いよ、うん、じゃあ次のランキングいきますか。いきますか。はい、なるほどね。次のランキングはこちら、
一番喧嘩相手にしたくないのは。おー、これも同じぐらいだね。 26%、30%、40%、これも気になるね。2位からいきましょうか、うんうん、2位はこちら。山崎奈々、変わりましたねランキングが。じゃあ2人のどっちか、ね、じゃあ1位と3位いきましょう。1位と3位はこちら。お、1位熊本マリナ、3位大和青。なるほど、これもなんとなく分かる気がする。分かる気がする。私ね、チャンスって書いたよこれ確か。でも私は本当喧嘩相手にしない方がいい。そう、一生喋ってくれなそうって書いた。あ、マジで怒る怖さじゃなくて本当に一生喋んないと思う。うん、え、でもこの3人はそうじゃない、なんかそうね、静かに怒るって怒るんじゃなくて、ね、この3人なんかタイプが同じなんだよね。そう、似てるよね基本的に。だからなんか平等、なんかあんま分けにくい。そうかもね。え、でも腹筋見ればわかる、殴られたらやばい。周りに投票した人が物理すごい。物理ですか。腹筋勝てる気がしない。あの人、あのチャンス、あの瞳で訴えかけられたら悪くても責められない。そっち系ね。あ、そっち系。あ、チャンス、そっち系が多いね。喧嘩の途中で、あ、確かにすぐ泣いちゃいそうって言われてる。だって私さ、全力で攻撃してしょって。どういうイメージだ。なんか強そう。ね、次に何をしてくるか、予想不可。私、何者本当に。え、でも怒ったとこ見たことないかも。私怒れないよ。てか一番怒ったとこ見たことない。家族以外に怒れないよ。二次婚割と1回ずつぐらいは見たことあるかもしれないけど、本当に見たことない。青先輩は。青先輩ね、ないかもしれない。くそって思う時はあるよ。確かになんか内心思うことはあるだろうけど、うん、なんかあんま表に出さないよね。でも二次婚そうじゃない、多分内心溜めて爆発するタイプが多い、うんうんうん、多分。確かに。え、でもシミ子はいつも怒ってる。あ、それはそう。それはそう。シミ子いたらさ、ほとんどシミ子一位だね。まあでも、こんな感じだね。次いきましょうか、うん、そうですね。続いてのランキングはこちら。将来いいお嫁さんになりそうなのは。おお、うわ、これも、あ、これも同じぐらいじゃん。ね、何やねん。じゃあ2位からいきましょうか。はい、2位はこちら。お、ヤマト青。私ずっと2位だな。ね、うん、ずっと2位だね。ちょ、納得いかん。じゃあ1位と3位はこちら。まあなんかそんな気はしてた。1位熊本マリナ、3位山崎奈々。うん、まあでもこの中で一番年取ってますからね、私はね。いやでもマーリンはわかる。私もマーリンって書いたもん。そう、本当に、ね、誰に書いたの。ピアノできる、冷静、真面目、努力家、声綺麗、完璧な奥さんですって書いてある。ありがとうございます。なんか照れますね。ありがとうございます。私青先輩に言ってるわ。明るい、料理も家事もできるいい奥さん。家事、私家事はね、家事自分の部屋ね、ペットボトルね20本ぐらい。それは嫌だ。それは嫌だ。じゃあそろそろ片付ける。片付けましょう、うん、他の2人よりしっかりしてそう。わらわらって何、なんかバカにしてる。チャンス、束縛しない感じがして、お互いの距離感つかむのが上手に見えるから。束縛しないし、自分もされたくないから、うん、一人の時間が欲しくて。わかるね。あんまね、あれかも。え、でも私ほんと最近気づいたんだけど、私、うん、料理できる、料理できるんですよ。ね、美味しそうだった。ね、美味しそうだった。しかも洗濯も自分でやるし、うん、いい奥さんになれるよ私は。じゃあみんないい奥さんになれるね。え、みんななれるよ、割とここは、うん、なれ、頑張ったらなれる、ね、頑張ったらなれるよ、片付けもできるよね。じゃあ、続いてのランキングいきましょう。続いてのランキングはこちら。無人島でも一人で生きていけそうなのは。え、これなんか圧倒的じゃない？これやばくない？3位が 10%、2位が 40%、1位が 50%。 これさ、1位が半分取ってるっていうことだよね。本当だ、半分。いや、3位の人が圧倒的に少ないよね。 10%、ね。あ、これは3位から発表していきます。3位から。では、3位の方はこちら。熊本マリナ。いや、まあ、そんな気はしてた。意外でも、私は多分、あの、初めに死ぬタイプだと思います。死なないで。なるほど。じゃあ、次は1位と2位、こちら。おー、1位大和青、2位山崎奈々のことで。青先輩1位。え、でも私ね、マーリーに投票してる。あ、ほんとに。私チャンスだな。私も奈々ちゃんって書いてるわ。マーリー、あれ、え、あ、筋トレとか
筋トレとか食事とかストレッチとか続けられる根気があるから、あ、無人島でも家とかを作る根気があるみたいなすごいこと書いて私ね、チャンスね、うん、なんか何気になる、気づいたら2年ぐらい無人島に住んでそうだからって書いたら、確かにやっぱここにもなんかひょうひょうとのんびり生活してそうとか、チャンスね、そういうの多い、なんか気づいたら動物と仲良くなってそうとか、あ、それね、私同じこと書いてる、確かに動物と仲良くなりそう、なんかよくそういうこと言ってるよね、島に行きたいみたいな、そうそうそう確かになんかよく、あの将来東京から出て行きたいって多分ずっと言ってるからだと思う、うんねえ、でも1位の青先輩は先輩、ね、生命力を感じる、どういうこと青は食に関して何でも食べれそう、あ、確かに貴重なタンパク質の昆虫とかもスナック感覚でサクサク食べそう、でも私虫ダメだから、うん、私も虫ダメね、あ、私あの食べるならいいんだけど、なんかなんていうの、サソリがいたらすぐ逃げるサソリは誰でも逃げるよそれは誰でも逃げるかなるほど ねじゃあ続いてのランキングいきますか、お、いきますか、続いてのランキングはこちら、100万円渡したら一番早く使い切っちゃいそうな人は、うん、これなんとなく分かるね、これね、分かるわ、もういっちゃいましょうか、もういきましょう、これも分かるね、2位はこちら、お、山崎奈々、渡し子、なるほど、じゃあね、まあでもこれまあ分かります、ね、分かります、じゃあ1位と3位はこちらでしょうね、でしょうね、1位ね、熊本マリナ、はい、3位山と青、はい、でしょうね、いや、ね、これはね、これ自分に投票したもんだって、私もマーリンに投票したすぐオタ活に使えそうみたいな感じのこと書いた、そうそう、なんかオタ活に使うっていうイメージがある、この人は絶対オタ活で秒で溶かしますって書いてる自分で、うん、でもマーリン、ね、親孝行に使えそうって、あー、そんないいイメージを、すごいめっちゃいい人、でも私でも、ね、くだらないものをたくさん買いそうだからって感じそんな買わないよそんなんじゃないよ、本当すごい、今もわ知ってた、分かってたってめっちゃ言われてる、おえ、ね、私、壺買ってきそう、壺買って絶対買わないしチャンスね、意外としっかりしてるもんね、そういう面は、財布の紐は固いですよ、なあちゃんは、じゃあそう、ね、最後いきます、あ、もう次が最後ですか、え、もうラスト、うん、次がラスト、悲しい、じゃあ最後のランキングはこちら、100年後でも元気にピンピンしてそうな人はこれ3位また 14% っていう、本当だ、あ、なんかわかる気がしますけど、すごいね、じゃ あこれも3位から、これも3位からいきましょうか、お、3位から、3位の方はこちら、うん、熊本マリナ、まあそうだと思いました、これはねちょっとわかる気がする、うん、はい、じゃあ1位に行きましょうか、1位と2位はこちら、なるほど、1位ヤマト青、2位山崎奈々、おー、これもねわかる、青先輩がね、半分、私はそんな元気なイメージで嬉しい、いや、なんかね、100年後の姿が想像できる、でも分かる、私、120歳まで生きたいって思ってるあと100年生きるのね、その心、うん、その心がいいんだと思うなんか、最近考えてたの、うん、なんか死んじゃったら、うん、今までの記憶がなんか全部消えちゃうって思ったら死にたくないなって思って、なるほどね、うん、そう、だから120歳まで生きようって思ったすごいいいね、でもね、なんか意見でも300年ぐらい生きそうとか、100年後も元気でおたげを打っててほしい無理しおたげで死ぬ人になっちゃうそしたら確かに腰がポンおたげで心拍上がりすぎてねえ、奈々ちゃんはのほほん、ね、のほほんと森で暮らして一人だけ時間がゆっくり経ちそうだから、うん、なるほどね、ストレスを感じにくそう、うん、山崎奈々だから、でも私これマーリンにね投票したんだよね、おー、そうなの、え、でも私も、うん、あの筋肉筋トレずっとしてるからマジでさ、なんか筋肉のさイメージ多すぎない、マーリンなんか最近ツヤとかより も、うん、本当に筋トレっていう、本当にツヤどこ行ったマジで本当に筋トレストレッチなんかヨガの人っていう、そうだ ねそう、なんか最近あの出した二次コンのグッズでもあのネモ先輩がイラストをね、うん、12人のイラストを描いてくれてて、うんうんうん、あのナナちゃんだったら、うん、ランちゃんと一緒のイラスト、うん、ランピーね、うん、と一緒のイメージで描いててくれてたんだけど、私、うん、なんかマジで筋トレの、うん、ダンベル、そう、ダンベル持ってた、あ、ね、持ってたよね、いや、それすごい、もうなんかそのイメージになってる、ね、うん、なんかそうなったんだねって思ってたよ、すごい、いや、なんか
なんか面白かったね。終わったけど、なんかすごい私的には元気なイメージがあってよかった、うん、ね, ねポジティブマンだからね。ポジティブマンのイメージ強かったね。ポジティブだね。良い、面白い、楽しかった。でもみんなのイメージが分かりました ね, ね、なんかこのランキング見ててね、うん、よかった。面白い。メンバー内でやったらまた全然違う、ね、カリン先輩がほとんど1位取ってるカリン先輩とシミコかな確かにねそうだよね、面白い本当に。はい、ということで気になるラン、うん、あ、間違えました。ということで以上これらじイメージランキングでした。面白かった。ではここで曲いきましょう。お茶お願いします。はい、ここで私たち虹のコンキスタドールの楽曲を聴いてください。雨の日でも頑張っちゃおうって感じでいきます。響けファンファーレ。聴いていただいたのは響けファンファーレでした。それでは続いてのコーナーいきましょう。青の直感星占い2020。はい、このコーナーは青が直感だけで運勢を占うコーナーです。はい、1位と最下位の星座をここで発表します。ではまずは今月の1位から。1位はちゅかじゃじゃん、魚座。魚座、ラッキーアイテムは避けるチーズ。魚座の人は横向きに歩くといいでしょう。あ、横歩きですね。変質者じゃん、ね、やばい人だよ。はい、そして最下位はじゃじゃじゃん、ヤギ座。ラッキーアイテムはプリクラで、ヤギ座の人は JK に気をつけましょう。JK に気をつけましょう。そこら辺にいるよ、うん、そこら辺に JK 気をつけてね。あの、みんな本当に気をつけて。 JK にいきなりプリクラ撮ろうって言われるはい、そんな感じですね。以上、うん、青の直感星占い2020でした。まもなくお別れの時間です。ここで虹のコンキスタドールよりお知らせをさせていただきます。はい、全能と虹コンコラボ企画、全能プレゼンツ届けファンファームが YouTube にて今現在配信中です。はい、はい、近日また新しいものが公開予定なので皆さんお楽しみに、うん、あのお買い物会。そうですね、お買い物会。あのさ、あのなんか全能さんが上げてた Twitter の写真のカリン先輩が飛んでる写真見た？見てない。見てない。本当に面白すぎて、カリン先輩だけなんかすごかった本当にみたいな感じで後で見てほしいね。あの、はい、結構ねオフショットなんかをね、あの、ね、全能さんが公開してくれていますので、うん、ぜひツイッターなどをチェックしていただければなと思います。はい、はい、そして9月12日無観客サマーワンマンライブを開始します。はい、はい、やります。配信ですね。はい、配信ライブですね。はい、こちらね、豊洲ピットで、はい、カラーをお届けしますよ。はい、はい、そうです。あとカップリング曲、カップリング曲めっちゃ可愛いな、ね、カップリング曲とかも、うん、発音披露したり、はい、イヤモニしたり、あとセットとかもね、ね、そうね、すごいよね。本当に本格的なワンマンライブになりますので、うん、皆さんチケット発売中ですのでぜひ買ってください、はい、お願いします。よろしくお願いします。もうね、絶対に見てほしい。いや、これはね、本当に見て損もないよ。なんか本当に、ね、すごい迷ってる人とかすごいいたんだけど、迷う必要ない、迷ってるならね、買った方がいい。そう、推しメンがいる方には絶対に見てほしいし、あの、うん、まだ12人誰を推そうかなって迷ってる方にも、うん、まあ、これを見ていただいたら推しメンが決まるんじゃないかなと。そう、一人一人、まあね、フューチャーされてるね、うんうん、とかね、いろいろね、そうそうそう、楽しみがあるので、はい、ぜひ現在チケット発売中なので、うん、はい、ぜひゲットしてください。お願いします、はい、お願いします。それでは、虹コンのこれってラジオだったよね、次回もお聞きください、うん、さようなら。バイバーイ。バイバーイ。